ではいよいよ第1位を発表させていただきます。企業キャラその他部門第1位の発表です。ゆるキャラグランプリ2018企業その他部門エントリー402キャラの頂点に立ったのは、インターネット得票数48万336票、決選投票得票数5712票、合計48万6048票で、大阪府関西電力株式会社ハピタファミリーおめでとうございます。おめでとうございます。そしてキャラクターのアテンドはゆるキャラグランプリ2011グランプリの熊本県くまモンです。お願いします。くまばっかり本当だ、クマだらけになりましたね。クマモンがアテンドしてくれてます。はい、秋田ファミリーやや目立って登場してまいりましたクマモンです。さあ登場しました1位です。表彰状が贈呈されます。表彰状の贈呈は SKE48 のキャプテンで東大阪市出身の斉藤真希子さんです。賞状、企業その他部門第1位、関西電力株式会社ハピタファミリー殿、あなたはゆるキャラグランプリ2018において当初の成績を収められましたのでここに賞します。平成30年11月18日 SKE48 斉藤真希子、おめでとうございます。おめでとうございます。さん、ありがとうございました。続きましてトロフィーの贈呈です。トロフィーの贈呈はイベントのホスト役としてイベント開催まで走り続けてくれました東大阪市マスコットキャラクタートライくんです。トライくん、あ、本当だ、よろしくお願いいたします。おめでとうございます。おめでとうございます。トライくん、ありがとうございました。さあそれでは見事第1位に輝きました、受賞されました、ご感想をお願いいたします。ハピタに聞いてみますね。はい、今回実はハピタ3回目のゆるキャラグランプリ挑戦になります。でしかも大阪、地元大阪で、一番に選んでもらったことをすっごく嬉しいっていう風に言ってます。ありがとうございました。これからもハピタファミリーで皆さんにハピーをお届けしていきますので、これからも応援どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。どうもありがとうございました。ありがとうございました。堂々第1位は関西電力株式会社、ハピタファミリーでした。大きな拍手お願いします。おめでとうございました。ハッピーな気持ちになっております。では後方に一旦お進みください。さあまずは企業その他部門の、トップ10発表していきました。はい、1位はこの大阪のホームの地で地元の子がハピタファミリーが取ってくれました。なかなか素晴らしい。よかった ね、 ましたね。さあそれでは続きましてご当地部門の順位を10位から発表してまいります。